左側ネイビー平和記念ユニフォームがビファーレン長崎、現在リーグの4位、そして今日はセカンド白のユニフォームが現在リーグ2位。今キックオフしました。右に前半エンドを取ったのがネイビーの平和記念ユニフォームビファーレン長崎で、まあ監督がこう変わって、まあこう結果にも現れてきたのかな。そうですね。さあ長崎チャンスになるか。エイジガル、かわした、シュートは左足決まった。前半14分、エイジガルジュニオ5試合連続得点、ホームラン朝日先生。まあ、ここキーパーのボールから、まあ、ここがエジガル選手なんですよね。でぐるーっと回りながら、このちょっとためを作って、この浮かしてかわすっていうところも、この一旦ちょっと間があるんですよね。うまかったですけど、この、ね、ショートバウンドでアウトをかけて逆サイドを狙う、このシュートテクニック、ここも裏へのボール、オフサイドはない、上中に通った、さあ逆サイドには澤田がいる。どうする、上中左足決まった。いや決まってない、決まっていません。パス交換して高木から藤原、そして松田へ。松田が中に行く、藤原シュートだ、決まった。今のシーンです。まあ、ここでね、しっかりとこの食いつかせて展開できた。あとはこの松田選手のこのパスのタイミングが良かったと思います。ボールは非常に素晴らしいですね。ここは新潟戻して、打った鈴木のシュート、決まった、新潟逆転。まあ、ここで伊藤選手がね、まあ、ノールックに出したっていうのもうまかったですけども、ね、あのそこで、やっぱ個数的優位の形ができますよね。うん、さあここはさつきだが一つ剥がした、エジガル、そして前に持っていく上中、シュート打てるか、澤田倒れた、PK だ、PK です。タッチ目が良かったですね。まあ、おそらくはエジガル、今日は右なのかそれとも左なのか、決めた。全く同じでしたよね。そうですね、うん、だからまあこういった強さは今までの長崎にはなかったと思うんです。はい、今度は誰に合わせるか、藤井尻ファーサイド、折り返した、徳良サイドネット、ここで試合終了。